ラミレス・サントス・ド・ナシメントは、ブラジル・リオ・デジャネイロ州バラド・ピライ出身の、サッカー選手。無所属。元ブラジル代表。ポジションはミッドフィールダー。2007年に、ジョインビレ・ EC のトップチームに昇格し、同年クルゼーロ・ EC に完全移籍した。2007年は32試合に出場して3得点、2008年は25試合に。 出場して6得点を記録した。クルゼーロでの活躍が認められ、2009年夏に移籍金750万ユーロの5年契約で SL ベンフィカに移籍した。2010年8月13日、イングランドのチェルシー FC に4年契約で移籍し、同年8月28日のストークシティ FC 戦でデビューを果たした。 2011年1月24日のボルトンワンダラーズ FC 戦でリーグ戦での移籍後初ゴールを記録。2012年12月16日の FIFA フフクラブワールドカップ2012決勝戦 SC コリンチャンス戦に先発出場したが、チェルシー FC は1対0で敗れ惜しくもクラブ世界1とはならなかった。 試合終了後には人目をはばからず当時チームメイトのダビド・ルイスと抱き合い悔やし涙を流した。2014年4月19日のサンダーランド AFC 戦で接触のない場面でセバスティアン・ラーションに肘打ちをしたことで4試合の出場停止処分を受けた。2016年1月27日、中国スーパーリーグのコーソネーへ移籍することが発表された。 なお、高素ソ,ソネーは、クラブ公式、美白で、移籍金2800万ユーロの4年契約と明かしている。7月9日の三島路の戦で、試合終了後に主審に抗議したとして、レッドカードを提示され、4試合の出場停止処分を受けた。2018年1月に、インテルへの移籍希望を口に出した直後から2019年までは、 リザーブチームに降格し、トップチームでは全く出番がない状態になる。さらにチャンスは、ガブリエル・パレッタやエデルといった選手で、外国人枠を埋めてしまったため、ラミレスの出場はさらに難しいものとなっていった。2019年5月に、コーソソネートの契約を解除した。2019年6月13日、ブラジルに戻り、パルメラスと4年間の契約を結んだことを、 発表した。2008年夏に行われた北京オリンピックに怪我で辞退したロビーニョの代替選手として選出されると6試合中4試合に出場し銅メダル獲得に貢献。2009年5月にはブラジル代表に初招集。6月のワールドカップ南アフリカ大会南米予選のウルグアイ戦で初キャップを刻んだ。 FIFA Confederations Cup 2009にも出場して優勝に貢献した。翌年の南アフリカ W 杯ブラジル代表にも選出され、大会前の6月7日に行われた親善試合のタンザニア戦では代表初得点を含む2得点を挙げた。ブラジル代表でプレーするラミレス国際 A マッチ50試合4得点チャンピオンズリーグ2011、12。 決勝でのダビドルイス・トラミレス。ありがとうございます。